さあ始まりました。ハーコリモネタパート53。せつなきゅうすけです。今回はですね、小鳥ちゃんとのデート会というわけでね、皆さん期待してみてくださいね。さて、前回のパートの、中盤あたりからデートが始まりまして、小鳥ちゃんと学校に行きたいと言い出したので、そうすることにしたでのところで終わりました。お盆休みのせいか、部活動もなく、敷地内には誰もいない。ここに来るのは最多祭の日以来だ。夏休みやけんな。あの日の、なんて読むこれ。喧騒を思い出すと、かな。まるで別の場所に、のようにさえ思えてしまう。校舎の中、入る？入れるの？鍵開いてるの？誰もいないから鍵閉まってるよ。すると小鳥はポケットの中から鍵を取り出した。持ってる。そんな涼しい顔で持ってるって言うけどさ、お前普通は持ってないからな。この異常野郎、異常野郎め。野郎じゃないな。異常っ子ちゃん、異常っ子ちゃんにしとこう。まだ持ってたんだ。以前敵を倒すため夜の学校に忍び込んでいた小鳥は、イーナさんが作った合鍵を持っていた。まあ、RCH のさ、国家の権力強いんやなって思う習慣ですよ。ということで、その鍵を使って学校に侵入することにする。侵入って言葉を使いますからね。完全に不法侵入だな。バレなきゃいいか。バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。その精神、こうじゃない。これ全然、これデートじゃないな。デートっぽく感じなくなってきたぞ。外の音が遮断され、うるさく響いていたセミの声も今は小さい。二人分の足音を響かせながら、僕たちは廊下を歩く。校舎の中でどこか行きたい場所があるの？うん、別に。でも学校に通ってた時間は少なかったから、もうちょっとちゃんと見ておこうと思った。まあ、そろそろもう島から出ていくようアピールするんじゃない、小鳥ちゃん。小鳥ちゃんはずっとこの島にいてくれ。そっか、転校してすぐ夏休みだったもんね。校舎内の部屋は鍵がかかっていない場所も多かった。そうだよ、デートのはずなのにただの不法侵入になってるよ。もうここ見つかったらさ、デートどころじゃないよ。小鳥が入ったことのない美術室や家庭科室、理科室などを回って歩く。小鳥が2学期もこの学校にいられればよかったのにな。美術室で絵を描く小鳥の姿を思い浮かべる。家庭科室で伊豆に教わりながら調理実習をする小鳥の姿を思い浮かべる。理科室で実験に目を丸くする小鳥の姿を思い浮かべる。もう涼介さ、彼女のことを思いやる彼氏みたいな感じになってるやん。そのどれも見ることはできないのだろう。そう思うと寂しかった。私ももっとこの学校に来たかった。涼介やみんながいるこの学校に。悲しいなってくるで、小鳥ちゃん。そんな顔で言われたら悲しいなってくるで。何かがうまくいけば、そんな日が来ることもあるのだろうか。もしその方法を知っている人がいたら、教えてほしい。そんな気分だった。デートのはずがそんなにこんなに悲しいことになるか。校舎から出て、きちんと施錠し、僕たちはまた違う場所へと向かって歩き出す。今度こそさ、なんか、喫茶店とかそういうさ、デートスポットに行こうぜ。デートで行くようなところ行こうぜ。ボーリングとかカラオケとかあるでしょ。なんで？学校に来た。次は、どこに行く？神社。まことりちゃん、もう。そういうのはデートって言わんの？あ、もう決めてるんだ。うん。うなずきながら小鳥がまた僕の手を取ってくる。大胆なんだよ、小鳥ちゃん。え？いや、いい加減慣れてもいい頃だろ。いつまでドキドキしてるんだ僕は。もう涼介のピュアっぷりです。女性視点から見たら涼介の方が可愛く見えるかもしれないぐらい。小鳥ちゃん上機嫌。石段を登りながら小鳥は歌を口ずさむ。どう、何か歌詞浮かんできた？そうじゃ、歌の歌詞を考えるためにこう二人でいろいろ歩き迷うんだったな。あー、なんか忘れとった。デートって感じがしたけんね、忘れとったわ。うん、まだどうやらまだ何もつかめてない様子。
ラブソングなんて難しい。いやだってさ、ラブソングって恋愛関係の場所じゃなかったでしょ、学校と神社って。学校はまださ、あの学生の青い青春って感じがあるけどさ、休みの日に来たって青い青春もクソもないから。神社なんか神社なんか全然ラブソングにするようなところじゃない。いやいや、別にラブソングにする必要ないから。え、そうなの？あんなのみんなが勝手に言ってるだけで、別に何でもいいんだよ、歌詞は。何でもいいんだ、歌詞は。あ、じゃあ涼介、ラブソングじゃないっていいんですね。ラブソングじゃない方がいいって言ってるんですね。じゃあラブソングじゃない方を考えましょうよ、琴音ちゃん。食べ物でも？いや、それはちょっとどうかな。やっぱり難しい。琴音ちゃんの琴音ちゃんの融通の効かなさは何なんだ。何かヒントになるものはないかと考えを巡らせる。ああ、そういえばコナミが言ってたじゃん、聞いてくれる人に何を伝えたいかって。伝えたいこと。ああ、誰に？そうなるか、そう言われても難しい。じゃあ例えば僕とかみんなとかイーナさんとかは、ひよこでもいいし。伝えたいことがあったら直接言う。正論だな。でもそれじゃあ話が進まないんだな。ですよね。そういえばこんなところに来て何かしたいことはあったの？うん、別に。小鳥ちゃんの感覚が、小鳥ちゃんの感覚がどういうことな、どういうことなんて思ってしまうところです。ただクリストファーと話したり争ったり、みんなと流れ星見たりしたなって思って。つい1週間ほど前のことなり、小鳥は懐かしむような顔をしている。あ、そうだ、せっかく神社来たんだしお参りしておこうよ。お参り？お賽銭入れて願い、お願いとかするんだよ。流れ星みたいね。まあ近いような、全然近くないような感じだけど。しゃ、なんて読むこれ社殿じゃないだろうな、絶対社殿ではないだろうなって思うけど、に向かいお賽銭を投げ入れお願いする。小鳥も身を見まねで同じように動く。ああ、もしかしてこの時にさ、コマネチやったら小鳥ちゃんもコマネチやるんかな、身を見まねで。そう思ったらちょっとやってみようかなって、俺が涼介だったらちょっとやってみようかなって思ってしまうよな。あとガンダムシンダムみたいな感じでさ、中衛みたいにやってみる。手を合わせるボス、手を合わせる僕に小鳥は不思議そうな顔を向けてくる。何してるの？お願いだよ、こうやってお願いするの、ちょっと今の小鳥ちゃんのさ、眼球だけ左向いとるところちょっと可愛かったな。僕は目をつむって神様にお願いする。そうだな、勇気を出して声に出すことにした。早くこの世界にいる全部の敵がいなくなって、小鳥がこの島に帰ってこられますように。もう完全に俺の思って俺の願いと一緒やないか、涼介。涼介、目を開け、少し照れながら隣にいる小鳥の方を見る。すると小鳥は、この世界にいる全部の敵がいなくなって、この島にまた帰ってこられますように。小鳥ちゃんも思っとんやな。まるで僕の言葉を復唱するようにそうつぶやいた。しばらくして目を開け、こっちを向く。こうすると叶うの？きっと叶うよ、きっと。ここで絶対叶うよと言い切れないあたり、自分が情けない。僕はもう一度、これ神殿って読むかもしかして、知らん、に向かって手を合わせ目をつむる。何もできない僕だけど、こうして一生懸命願うことだけはしたいと思う。いや、今思えばさ、これこそさ、歌の歌詞にできるんちゃうか。何もできない僕だけど、こうして一生懸命願うことだけはしたいと思う。意外といいんちゃうこれ。今ちらっと歌詞出てきましたよ、涼介さん。今の歌詞にすればいいんじゃないですか。まあ決めるのは小鳥ちゃんか。商店街でアイスを買って食べたり、少し休憩したりして、僕たちは次の場所を目指すことにした。
多分このアイスを食べてる時だってさ、小鳥ちゃんのさ、すごいうまいっていうしぼせな顔が見れたんだろうな。俺にも見せてくれ。それにしてもみんな尾行してくると思ったのに、全くそんな様子がない。やっぱり気にしよったんじゃ。涼介的にはみんなどこにおるんやろうなっていうチェック入れよったんやろうな。誰かが暑いからやめようぜみたいなことを言い出したのかもしれないが、何もないと逆に怖かった。暑いからやめようぜって絶対に暑い気だろ。次の目的地である海が近づいてきた。えいやん、デートスポットに海、夏の海やんか。水着持ってこればよかった。っていうか小鳥ちゃんの水着姿が見たい。ビキニお願いします。小鳥ちゃんって意外と胸大きいと思うし、波の音が聞こえると自然に足取りが速くなる。前にも来たけんな、結構この様子を。あ、波の音が聞こえてくる。前には聞こえんかった波の音が聞こえてくる。海に到着。冷めとんな。その言い方冷めとんな。時刻はもう5時近くだけど、まだ数人海水浴をしている子供や保護者の姿があった。5時でこんなにまだ明るいんだよ。もうちょい夕方っぽい感じなのかなって思っとったけど、見たところ中学生はいない。助かった。デートしてるところを見つけられたらちょっと困るけんな。涼介的にはこんなところを見られたら絶対にからかわれるし噂になる。僕たちは日差しから逃げるように木陰に隠れた。海はおとといも来たんだった。あ、バーベキューな。送別会やったのここだったしね。ずっと繋いでいた手を離し、その場にしゃがみ込んで、小鳥は海を眺め始める。ずっと繋いでいた手を離しってところがもう恋人やん。お前ら恋人やん。これで友達なんやけんな。友達以上恋人未満ですらなんやけんな。ここで球技大会あったけど、私一人だけ何も参加しなくてつまんなかった。アイムは？あ、アイムもそっか。アイム忘れられてるやん。かわいそうに。でもアイムって影薄いけんな。忘れてもしょうがないわ、小鳥ちゃん。しょうがない、しょうがない。はっはっはっは。多分、りょうすけはさ、ははぐらいないんよな。はっはっはっは、アイム忘れられてるって。これぐらいの笑い声。来年はあいづきと一緒に出るって約束しちゃったけど、叶わないかな。寂しげに小鳥がそうつぶやく。こんな時に限って気の利いた言葉の一つも出ない。小鳥ちゃんの首のくぼみに10円玉乗っけたいってどういう趣味なんそれ。くぼみ、首のくぼみ。あー、なんかセクシーやな。どこやねん。そういえば私、この島から出たことってほとんどない。病院だけ。そうなんだ。記憶を失う前はずっと本島にいたのだろうが、記憶喪失になってからのことにはずっと僕たちと一緒にいたのだから、そりゃあそうか。本島まではフェリーで片道20分程度の道のり、決して遠いわけじゃない。この島には高校がないため、高校生はみんな毎朝フェリーに乗って本島にある高校に通っている。じゃあ結構みんな早起きなんじゃ。寮とかは泊まらんのかな。涼介は島の外行ったことあるの？あるよ、何度も。そうなんだ、どんな感じ？そうだな、ここよりもいろいろ便利でたくさん人もいて遊ぶところもたくさんあるよ。そんなことを言いながらも僕はやっぱりこの埼玉島の方が本島よりも好きだった。そっか。でもこれからこの島を出ていくことになることに不安を抱かせたくない。だから埼玉島の方が好きなんて言えなかった。小鳥ちゃんにとっては初めて島を出るようなもんやけんな。僕たちはその後もただぼんやりと海を眺め続けた。恋人じゃないか。もう恋人のレベルじゃん、これな。これで恋人じゃないなんて信じられますか、視聴者さん。無理です。僕には無理です。すっかり日が傾き、そろそろ解散する頃合いになる。今日はこのまま臨時支部に帰る？立ち上がり、服についた砂を払いながら、小鳥に尋ねる。
RCH の臨時支部はここからそんなに離れていないところにある。つかさ、もうこれさ、恋愛ドラマとかそういうんだったらさ、砂の上にさ、なんか書くだろ、笠かいて涼介小鳥みたいな感じでさ、あやいがさみたいなの書くだろ。そういう風景じゃないか、シーンじゃないのか。リア充、そう、リア充。涼介は本拠地行くの？一応顔は出すつもりだけど。それなら私も行く。行って帰ってくることになっちゃうけど、いいの？いい。そう言って当たり前のように小鳥は僕の手を引っ張って歩き出す。その小鳥ちゃんの大胆なところがもうときめきのポイントである。帰り道はお互い口数も少なく、ぼーっとしながら歩いていた。あ？小鳥、なんか忘れてるような気がする。それともなんか今日一日の一番のテーマみたいなことを忘れてるような気がする。なんか僕たちこうデートみたいに歩いていたけど、これにはなんか理由があったような気がする。なんだろうな。まあいいか。黙っているとついついいろんなことを考えてしまう。大野さんは敵が見つかるのも時間の問題だって言ってた。そしてその敵を小鳥が倒してしまったら、小鳥たちはすぐにこの島から出て行ってしまうかもしれない。そうなった後、僕たちはまた会うことができるのだろうか。本当にそんな日が来るのだろうか。別れたらそれが最後、二度と会えない可能性だってあるんじゃないか。いや、むしろそっちの可能性の方が高いんじゃん。涼介？無意識のうちに僕は立て止まっていた。どうかしたの？繋いでいた手を少し強く握り直す。この道左に行けばフェリー乗り場があるんだ。そうなの？うん、そうなんだけど。意を決し、僕は思いつくままの言葉にする。ねえ小鳥、家出しない？え、涼介？不思議そうに小鳥は僕の顔を見つめ続ける。どうしたの涼介？だってさ、このまま小鳥が敵を倒して小島からいなくなっちゃったらさ、もう二度と会えないような、そんな気がするんだ。だったら小鳥と一緒に逃げて、小鳥とずっと一緒にいたい。そう思っただけ。涼介、あまりに思いつきで無鉄砲な計画。仮にそんなことをしたところで、僕らの位置なんてすぐに分かってしまうだろうし、あっという間に連れ戻されること必死だ。でもそれでもすぐ捕まるのなんて分かっているのに、本気で小鳥を連れて逃げようとしている自分もいる。もう別れたくないって感じなんやな。小鳥は微笑みながらそんな僕を見つめてきた。いいよ。え？あ、ええや、本当に涼介、ええってなったけど。視聴者さんも涼介いいでしなさいっていう涼介を後押しするメッセージが来ましたよ。でも、いいの？本当に、それは涼介のしたいこと？僕のしたいこと？私、今なんか、嬉しかった。ずっと一緒にいたいって言ってくれて、嬉しかった。私もそう思う。涼介と一緒にいたい。だから涼介が本当に家出するっていうなら、私もついていく。小鳥、でもね、これだけは分かってほしい。私がみんなといるために悩むのは涼介だけじゃなくていいんだよ。え？私だってきっとイーナを説得できる。この島に来られないんならもう敵倒さないって言えば、イナだって少しは考えてくれるはず。そういう方法もあるから、涼介だけが悩まなくていいんだよ。なんか小鳥ちゃん
もう出会った頃の小鳥ちゃんとは全然違うよな。もうなんか俺らグループのメンバーと絡んでから小鳥ちゃんの方も成長した感じになってきとるんや。小鳥ちゃん、出会った頃の小鳥ちゃんじゃ絶対こんなこと言わんもん。私もちゃんと考えるから。そう、そっか。うん、そうだよ。相変わらず笑顔なまま小鳥は僕の手を引いて歩き出す。こんなことを言えるんすごいよな小鳥ちゃん。しかもさ、結構辛いことだと思うのに笑顔で言おうもんな。でも本当に嬉しかった。涼介、本当に私と一緒にいたいんだっていうの分かったから。そりゃそうだよ。思い起こすと自分でも結構大胆なことを言ったものだ。あれじゃあもはや告白とあまり変わらない。涼介、今ならいけるぞ。急に恥ずかしくなりながらも、小鳥は鈍いからあのくらい言っても大丈夫と思っている自分もいた。マジか。私今よくわからない。そのわかんないの言い方がちょっとローラっぽく顔やけんな今。でへみたいな感じの顔してわかんない言ってるからな。え、小鳥は小鳥でまたよくわかんないことを言い出す。なんて言えばいいかわかんないけど、今嬉しいだけじゃなくて。相手手を顎に当て、小鳥はうーんとうなった。まあいいや、わかったら言う。それで納得したのか、小鳥はそのまま笑顔で僕の手を引き続けた。何なんだろう。おう、涼介たちじゃないか。あ、歩む。本拠地に向かっている途中、ちょうどそっちの方から歩いてきたみんなと出くわした。みんな何やってたの。からかわれそうなので小鳥の手をすぐにほどく。おうおう、どうだったんだよ今日は。よ、楽しかった。おう、小鳥のこんな笑顔はなかなか見られるものじゃないの。そうなんだよ小鳥、好みちゃん、なんかデートっていうにはちょっとさ、ちょっと違う感じなんやけど。いつにかコメント見てみたらさ、感動のシーンで笑わせてくるセッツンっていうコメントがあったんやけどさ、どのシーンのことを言ってるんだろう。わからないな、僕にはわからないな。よっぽどいいことがあったのかしらね。えずき、マジいつか復讐するからな。あら、感謝される覚えはあっても復讐されるような覚えはないわよ私。ああ、涼介的にもこれは感謝しとるようなもんや。半分感謝したんだろうな、デートしてるからな。みんな今から帰るところ。そうじゃよ、もう日が暮れるからの。そっか、せっかく海の方からこっちまで歩いてきたのに。うん、いい、みんなが帰るならそれでいい。そう。それより小鳥、どうだったのよ。ちゃんと涼介さんに愛が何かを教えてもらった。クソ伊月、お前今時の女子高生みたいな恋愛話をしたがる女子高生みたいな感じになってるやん。んなもん教えねえや。愛っていうのはよくわかんないけど、でもなんかこうよくわかんない嬉しいって気持ちがある。何を言ってるんだ。それ歩が言うか。歩が言うたらちょっとさ、お前が何言ってるんだってなってしまうよな俺の中じゃ。なぜかな、別におかしいことは言ってないけど伝えにくい。でも涼介といるときは嬉しいじゃなくて、いや、ううん、嬉しいんだけどそれだけじゃなくて、なんかこうわかんない気持ち。わかんない気持ちって言うときの小鳥の顔よな。さっぱりわかんねえ。なずゆき、さっぱりわかんねえって言うたけどさ、考えた上でさっぱりわかんねえって言うたような顔じゃないからなお前。リョーニーといるといつも感じておったのだろうが。わかんない、感じてた気もするし、そうじゃないかも。でも今日はすごく強く感じた。なんで、どういう時に。リョースキが、あ、やばい、これ何か嫌な予感がする。ずっと一緒にいたいって言ってくれたとき、すごく強く感じた。ダーン、今ちょっとさ、ここの中で爆弾が爆発したからな。ちょっと小鳥、え、スイちゃん、
くそ、小鳥ちゃん。あー、いずきそんな目で見ないで、いずき。いずきそんな目で見ないで、いずき。コナミちゃんが、なんか、俺のおかんみたいな顔してるやん。なんか、おかんみたいな顔してるやん。うんうん、うちの子もここまで成長したのね、みたいなおかんな顔してるやん。はははは、夏雪に至ってはなんだ、その顔は。アイム、アイス笑いはやめろ。もう、なんなのね。じゃあな、簡単すぎるじゃろ。え、ほら、教えてやるよ、あゆちゃん。パスは歩に渡された。なんで俺なんだ。え、それが好きって気持ちよ、小鳥。いずきの言葉に小鳥はしばらく固まっていたが、今さらか小鳥じゃん。いや、これまでさ、結構大胆なことしとったんぞ、お前。大胆なことしとったのに、今さらその顔出すかね。これが好き。やばい、初めてアイス食べた時みたいな顔してる。なんで初めてアイス食べた時の顔ってさ、このこれが好きか好きって気持ちなのかっていう時の顔一緒なんや。急に顔を真っ赤にすると、はっ、僕から顔をそらし始めた。あ、意識し始めた。小鳥ちゃんが完全に意識し始めたぞ。すき焼き。おうおう、顔が真っ赤になって可愛いの。あ、ちらちらこっちを伺ってはすぐに視線をそらす小鳥。わあ、いきなり距離が縮まった気がするぞ。というわけで、距離が縮まったところで今回はこの辺にしたいと思います。さて、こんな終盤でさ、いきなり涼介と小鳥の距離が縮まって、小鳥ちゃんに関しては恋というものを知りました。もう青春ど真ん中な箱根物歌。あと何パートで最終回になるんだろうと思ったら、ちょっと悲しくなってきます。というわけで、枠が終わるっていう感じになってますので、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け、涼介が勇気を持って家出しようって言ったんも、小鳥ちゃんが涼介がそうしたいならいいよって言ったんも、二人の距離がだいぶ縮まってきたってことなんだろうな。なんか恋愛アニメとかでよくある、突然顔を合わすのも恥ずかしくなるような感じになってきそうやもんな。